そうで、その私がミカちゃんのソースそのもののはい。始まりのはい。それという概念もないぐらいの、そのこの世界のさ、はい。何かだった場合、あなたを通していろんなものを見て、いろんなものを体験しているわけよね、ミカちゃんっていう存在を通じて。はい。はい。そうした時にミカちゃんが、はい。ああ、私って何にもできない人なんだなっはい。ていう、その場所からその景色を見て、そういう感じ方、要は感じ方が何かって言ったら考え方から来るじゃん。思考から来るじゃん。い。うん。はい。なんかその、あ、私って何にもできないんだなっていう思考を採用した時に感じる感情ってあるじゃん。要は、嫌な気分じゃないですか。うんうん、はい。何もできない。私って何もできないな。でも、ほら、もっと高い視点でこれを、この今の話をした状況を思い浮かべてみて、後ろに、斜め後ろに私がいるわけよ。うん。同じようにミカちゃんを通して景色を見てるこっちも。はい。でも、片や、そのミカちゃん自身が、はい。私は何もできないっていう考え方を採用したときに、はい。私と考え方が違うわけですよ。なぜなら、いや、あなたはこの世界の生み出したそのものでしょっていうのが、こちらが見てる視点でしょ、ミカちゃんを。だから、こちらがミカちゃんを通して見ているその景色と、ミカちゃんが今その採用した景色っていうのが合ってないわけですよ、全然。だってもうこっちは斜め後ろから、それこそ分かりやすく斜め後ろにしよう。斜め後ろから、ね。自分では見れないわけよ。その自分一人じゃ見れない景色を、ミカちゃんが前に前線張ってくれて、この物質、そういうことか。そう、物質世界に立ってくれているから、この物質世界を通した体験とか、こう、喜びとかを、体感、あと景色を見ることができてるわけよね、ああ、斜め。やばい。めちゃくちゃ涙出てきた。要は一心同体なわけよ、その斜め後ろのその存在とミカちゃんってところは。でもミカちゃんは、ミカちゃんが自分がそっちの本当は存在だったということを忘れ去っていて、何もないと思い込んでいるその考え方を採用したときに、え、それ間違ってるよ、全然違うんだけどってなるわけじゃん、斜め後ろの私からしたら。いや、あなた全知全能だからみたいな。でも生み出せるでしょみたいな。なだるからほど。斜め後ろの人が見ている視点と、ミカちゃんの視点のズレが起きたときに、ものすごく大きな。そっか。ではそもそもからその斜め後ろにいることをもうすっかり忘れちゃうんですよね。なんえ、か。すっかり忘れちゃうんよ。だから、こっち喋れないじゃん。私がその今言ったように、ミカちゃんのソースだった場合、言葉がないわけですよ。言葉の存在そしっないか。世界って、この点が違うよとかっていう話しかけ方も、え、その考え方間違ってるよって、あなた何もできないとかっていう考え方する、真実じゃないよとかって、いや、言えたら早いよ、分かりやすいし。確かに。でも、そうではなく、ちゃんとその、不一致っていうバイブレーションで教えてくれてるわけよ、視点が違う。なるほど。だからあなたがその、私は何もできないっていう考え方を採用した際にめちゃくちゃ嫌な気分になったりするのは、それは斜め後ろのソースそのものとの視点の不一致によるバイブレーションの摩擦みたいなのがもう感じ方で嫌ってなってるの。なるほど。だから言ってるの、嫌な気分は真実じゃないっていうのは、それはこの世界の始まりの意識とあなたの視点がずれているっていう証拠だよっていう。でもなんかその、じゃあすごい嫌な気分とかじゃなくっても、なんて言うんですか、その、自分は何でもできるみたいな、無限のパワーがあるんだ、みたいなことは、常日頃全く思えんてないんですけど、このいい気持ち、なんか景色が綺麗とか、みんなといてて楽しいなとか、そういうところまでは入れるんですけど、なんか自分にはすごいパワーがあって、何でも想像ができるんだ、みたいな感覚にはなんか
あんまりなったことがない。なったことないじゃん。はい。なんだろう、その力をなんかこう必要とするときって、はい。なんだろうな、結構その新しいことを多分やるときだと思う。ああ、うん。なるほど。そうじゃない。はい。だから、あんまりだからタイミング的にそこになんかこう執着しなくていいと思っていて、ええー。例えばその私がブログをね、やっぱりSNS やめた時、はい。なんかこう足元がやっぱりぐらついたわけよ。全部なくなってしまったみたいな感覚、へえ。置いていかれるみたいな、はい。捨てられてしまうみたいなのとか、はい。はそういうエゴキマンがブワーってこう自分の中からこう出てきた時にい。きついわけよ、むちゃくちゃ。ああ、きつそう、確かに。その時に戻る場所っていうのをそこはい。に置いておくと、ああ、なるほど。本当に最初は体感的に一瞬だけかもしれないけど、だんだんその時間が長くなってくるよね。そうすると正気に戻ってくる、徐々に。じゃあ、常日頃からそんなに気にしてなくてもいいってことですね。でも、いや、で、常日頃から、はい。ソースの視点と同はい。じ視点で景色を見ている。はい。ああ、そうだなって、ミカちゃんがこの景色を見ているときに、はい。ソースも同じように見ているわけ、同じ方向。ああ、なるほど。だから、とっても同じ方向、同じエネルギーの流はれい。が生まれているから、ものはい。すごく心地がいいわけよね。はい。だから、その時間っていうのを、長く、はい。はい。日常で保つことで、何が起きるかっていうと、自分自体のその周波数が変わるわけですよね。ああ、なるほど。はだから、例えばだけど、毎春、私はできないもんなって、ああ、私はこの時こうだもんなって、一日を通して半日以上、い。嫌な気分、はい。はい。イコール嫌な気分ってことは、そうすると全く真逆の視点を向き続けてるわけだよね。はい。はい。なるほど。操作無条件の愛で、はい。赤ちゃんを通して素晴らしい景色を見ているのにもかかわらず、人間はの見方が、私はできない、私はあれがダメ、いろんなことをそういう考えを採用して、い。いい気分になっているっていうことは、はい。一日のうち半分以上、そのソースとのエネルギーのはい。流れ、逆方向を向いていたっていうことでしょ。はい。ああ、はい。イコール、ソースそのもののエネルギーの周波数とかなりずはい。れた存在してるってことですよ。うん、はい。そうすると、そこの場所って拾う、はい。言葉とかっていうのは、今結局この話が、ミカちゃんのはなんとなく理解が入っい。はい。ているのは、今のこの時間帯っていうのが一つ、深夜帯ってすごい、こういう時間だから。あと、ミカちゃんが基本的に、内なる自分っていうか、気はしてないと思うけど、内なる自分っていう感じで、ああ、幸せだなっていう視点で、この世界を見る時間を、とってもな、持っている人だから、はい。この今の話みたいなのも理解が入ってくるし、さらに、じゃあ究極的に一瞬、追い込まれたタイミングとか、あとは、はチャレンジをするときに、ものすごい怖くなったりするときに、い。思い出すことさえ忘れなければ、あ、そうだ、そうだ、はい。ああ。斜め後ろが見ている、ね、本当の点とものすごい今ずれているから、ああ、確かに、そっそこかか。ら見ている景色ってどうなんだろうって、どういう、ああ、そっか、そっか。あ、そうだ、そうだ、無限のパワーっていう場所にいたんだっていうのはい。が、その周波数上にいたらすぐに、アンカリン、ああ。あ、別に、そんな普段忘れてても、確かに、必要なうん。時に絶対思い出しますやもるんね。ときに思い出せばいいだけだから。ああ、確かに、そうかもしれないうん。です。だから、ええー。ワクワクっていう感情が、はい。ワクワクした感覚っていうのがすっごい大事って言われてるわけじゃん。じゃあ、なんでそのワクワクした何エネルギーというか感覚が大事なのかって。
なんだろう、喋りかけれないソースからの、はい。もう最上級のいいねなわけよね。ああ、なるほど。もうなんか、後ろから肩叩いても、最高、最高、最高って。もう、それあんた、ほんとめっちゃいいからって言いたい。言いかけれないわけよ。いや、そんな激しかったら面白いですよね、ソース。激しいわけよ。いや、もうお願い、こっち向かってみたいな。それ最高だから、みたいな。なるほど。もうあなたにとって最高だからっていうのが話しかけれないから、はい。海見て綺麗だなっていう時のさ、この幸せな感覚、はい、はい。っていうのってどっちかって言ったら、なんか、なぎっていうかさ、ちょっと静かな感じ。うんうん、はい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 。でも、とってもあったかいじゃん。はい、あったかいです。うん。あの、言ったように、これは、斜め後ろから見ているソースのその景色と、ミカちゃんの景色、はい、同じ方向を向いた時に起きる感覚。うんはい、それがワクワクっていう感覚はもうちょっと違っていて、はい、同じ方向を向いている上に、はい、もう最強いいねを押されてるっていう状態ですよ。なるほど。私ハッピーさんの横断幕やってる時はもうワクワクが止まらなかったです、うん、本当に。だからワクワクっていうのは言い方を変えるとゴッドエナジーなんですよ。このすげえかっこいい。ゴッドエナジーの状態当たり前だけども、マリオで言ったスター状態なわけよね。なるほど。そこまで分かってなかった。だからみんな ここまで言語化されてないわけよ。ワクワクすることしなさいとか、ワクワクしたよとかって、はい、なんかこう表面的な安直な言葉でなんかこうやってるからなんかそうぐらいでしか多分みんな認識してないんだけど、はい、なんでなのか理由はこういうことなんですよ。ゴッドエナジーと同じバイブレーション上にいるからものすごい。やばい、それ知らなかった。いろんなものが想像されていて当たり前なんですよね、それって。だからその本当にこれはもう絶対やばいってなってる時ってポンポンポンっていくのってそういうことですか？そうなんだよ、ゴッドエナジーだからですよ。ゴッドエナジーやばいですね。でゴッドエナジーの入り方とかあるんですか？逆にこっちから入ってやるみたいなってできるんですか？逆にこっちから入ってやる。なんかだからさ、いつも話しかけられてるわけじゃん。あ、そっか、そうですね。望みという感覚で。ああ、なるほど。望み、なんかもう、なんか、いつもこのエネルギーの一致か不一致かですよ。俺か俺以外かじゃないけど。あ、エネルギーの一致してるか不一致してるかだけなんよ、ソースとの。の不一致イコール、ソースの景色とミカちゃんの見てる景色が、はい、はいずれた時に起きるのがエネルギーの不一致で、はい、その時にもたらされる感覚が嫌な気分、はい、だからソースとずれてるわけだから、この世の真実じゃないわけですよ、自分にとってね。そっかそっか、はい、っていうことはその、ソースと真逆の方向を向いてこの世界うまく乗りこなせると思う？思わないですっていうことですよ。なるほど、やっと意味が分かってきた。そしたらじゃあとにかくずっとソースと同じ方向を向いてたらどうなっちゃうんですか？コントロールすべきっていうか、はい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 、ハンドリングするのはそこだけだよ。一致か不一致かだけなの、はっきり言ったら。あ、それがプラグインするだけってことですか？そうです、その言い方をプラグインって言ったり、はい、ベローンしてハスの上に乗ろうって私は言って、はい、たりとか、全部です、はい、言っていることは。なるほど。だから今日のその、あ、ごめん、文章の自慢になっちゃう、さっき言っちゃった。自慢したかったわけじゃなくて、あれ、あの話とかも、はい、真似された、はいはいはい、あの、意見、あの感覚というのは、はい、その、はい、なぜ真似されたのが嫌なのかって言ったら、はい、減る、取られる、奪われるっていう考え方を私が採用しているから、はい、嫌な気分なわけよね。はい。はい、これ不一致ですよね、完全に。はい。ね、そうですよね。ソースが見てる。匂いがすごい。ペが出てる、ペが。ペがすごい。ソースの視点と、ね、ソースが見てる、私を通してソースが見てる景色と、さっちゃんが見てる景色のズレが起きてるわけよ。不一致が起きてるわけよ。なるほど。さっちゃんはもう取られると思ってしまっていると。そうなんですよ。かわいい。じゃあこのまま進んだ場合、ね、はい、
トーストの不一致のまま進んだ場合、はい、私はこの無限のエネルギーも何もかも忘れ去った状態で、この現世界を生きなきゃいけなくなるんですよね。やばいですね、それは。ツラタン。ツラタン。ツラタン。それはツラタンで病気になる。だから余計に、当たり前だけど自分にパワーがないから、その状態で、はい。はい。余計に取られたくないわけよ、いろんなもの。奪われたくない。損するみたいなことを思い始めるのよ、余計に。なるほど。やばいでしょ？やばい。それだはもうドツボにはまるんですね。ドツボにはまるでしょ？はい。でも、この人間はよく分かってないから、この、ソースとのエネルギーの不一致だなんだっていうのを。いや、まあ、それが、それですよ。真似された、はい、取られる、嫌、はい、だ、はい、はい。ね、相手に対しての攻撃性が芽生える。で、はい、それを直接攻撃しないか、内に秘めて、はい、なんか、恨みに変えるかの、なんか違いだと思うんだけど、これって。ああ、なるほど。でも結局、それを抱えたままだと、また別の人が現れるよ、登場人物で。同じ。なるほど。で、毎回この、繰り返し、堂々巡り。また、またそれが観念と言われるものですか？そうですね、信念みたいな。もう、で、3回ぐらい続くとさ、もう、はい、自分にとって紛れもないなんかこう、もう悪夢の真実になっちゃう、なっちゃうじゃん。固まってきてた、はい。はい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 。強固になってくるわけよね。はい。そう、だから、私はその悪夢のトラップにはまりたくないので、はい、そのとにかくそれこそプラグイン、それこそ一気に持っていくっていう、はい、もうやることって、私の仕事、生きる時の私の仕事それだけだと思ってるから、